はい、今日は2月6日、まあ午前9時半です。今日も玄海原発から放射性廃棄物を放出しているようで、6時の測定の時高かったんですよね。で、Facebook には2時間ごと測定しますって言ってたんですけど、ちょっと8時の測定は忘れて畑の幸運に行ったもんで、7時半頃からですねで、それが終わって思い出して、さっき9時の測定も やりましたけど、やっぱり高かったですね。はい、そういうことでちょっと、本当はこの田んぼの荒起こしは12月中ぐらいまでには普通やっとくんですよね。早い人はもう10月とか11月に荒起こしするんですけど私は遅れてしまってるんですけど、でこの前の雨で結構水が、溜まってる田んぼもあるんですけど、ここはちゃんと水を落としてたんで、溜まってないしということで、ちょっと荒起こしに来ました。でそういう作業を今からやろうと思ってます。で、9時の測定をしたんで、あとは11、13、15という感じで、測定はやっていこうと思っています。放射線の測定ですね。はい、そういうことでちょっと今から荒起こしをしようと思っています。で今年はなるべく浅く、耕そうかなと思ってます。不耕起移植栽培ですね。名前で忘れしたけど、はい、のちょっとその改良版というか、浅く耕してそれに移植するという、そういうやり方もあるんですよね。で、今年はそういうやり方にしてみようかなと思ってるし、昔空飛ぶ田植えっていうのがあったんですけど、そういう風な作り方をして毎尺感覚で植えていく、そんな感じで植えていくというか、植えていく感じで今年はやろうと思ってます。田植え機も使わないでですね、はい、そういう計画を一応してます。ということでちょっと荒起こしを始めます。はい、作業終わりました。今10時5分です。約30分ですね。はい、であとこれくらいの面積が2枚と、一旦以上ちょっとある面積が2枚の4枚ですね。その4枚も今日のうちに荒起こしをしてしまっとこうかなと思ってます。はい、そういうことで、この作業は終わりました。 あとはもう撮影しませんので、はい、カラスが来ました。カラスがミミズを取りに来たんでしょうね虫を、はい、そういうことで終わります。では終わります。はい、ちなみに、2足のロータリー1ですね。で、耕しました。はい、撮影終わります。はい、今午後4時20分ちょっと過ぎです。はい、今日最後の荒起こしの田んぼですね。はい、午後からちょっと撮影する予定はなかったんですけど、また獣道ですね。こんなにはっきりした獣道は私もあんまり見たことないんですけど、もうこれはっきりわかるでしょ、獣道っていうところが。はい、1月下旬からちょっと長雨も降って土が柔らかかったというようなこともあって、結構はっきり獣道が見えてますね。はいはい、こんな感じです、獣道。向こうの辺、向こうともう一つ向こうにも獣道ありましたけど、こんなにはっきりしたのはあんまり、私が撮影した獣道でもこんなにはっきりしたのはなかなか今までなかったと思いますので、ちょっと撮影してみました。はい、そういうことでまた獣道がありました。
で、放射性廃棄物の放出ですね、またやってます。さっき午後3時か、測定もまだ高かったですね。で、今から帰って測定すればまた午後5時の測定もできますので、はい、そういうことではい、原発から放射性廃棄物を放出してます。限界原発ですね。はい。で、これはどこの原発でもやってるようなんで、はい。で、限界原発も運転してなくても放出してましたので、そういうことは、各地の原発周辺の皆さんはよく認識しておいた方がいいと思います。はい。それでは撮影を終わります。